はいどうも皆さん、画面昇覧朝日でございます。本日はね、こちら奄美大島の海岸の方にやってまいりました。めっちゃね晴れてましてね、もうね夏みたいに暑いんですよ。今日はこちらでね魚釣りをね久々にやっていこうと思います。ただ今ねちょっと潮が悪くてですね、あの土管潮を迎えてるんですよね。すごい干上がっちゃってるんで、奥の方行かないとね魚がいないかもしれないですね。で今日使うのはこちらですね、アルミ盛りの2メートルのアルミ盛りですね。で先端がこちら三つ股トライデントになってるやつですね。まあ、小型から中型の獲物を取るための盛りになってますね。まあ、盛り付けね久々なんでリハビリがてらね、まあ、ちょっと小さいのでも取ろうかなっていう感じで今日はやっていきますね。で必ずこうダイビングとか魚釣りとかやるときはね2人組バディ組んでやるようにしてくださいね。なので今日はちょっと知り合いねカメラマンお願いしてやっていますんで、あと魚釣りはね各都道府県の漁業法とあと各自治体のね漁業権も守るようにしてくださいね。ちなみに奄美や鹿児島県なんでこのね手盛り使っての魚釣りは OK になってますね。で漁業権なんですけれども、まあ当たり前のもの伊勢エビとかアワビとかウニとか、ウニがあの奄美だと白ひげウニって言うんだけど、あとタコとかねそういうものは取っちゃダメです。なんで魚をねこの手盛りを使って釣る分には OK だと思います。じゃあ行きましょうか。結構水冷たい。はい、というわけで奄美初のぶっ刺し獲物取れましたね。ハリセンボンですね。奄美ではねアバスとか言ったりしますね。このアバスねぶつ切りにして鍋にするとねすごいいい出汁が出て美味しいんでね、今日はアバス鍋で決まりですね。ここですね、ここ左の頭にドツーンと打ってやりましたね。じゃあもう寒くなってきたんでね、ちょっと帰りましょうか。はい、というわけで魚釣りから帰ってまいりました。今日の獲物がですねこちらになりますね。ハリセンボンでございます。こうやってね正面から見ると結構可愛い顔してますよね。なんかこうハリセンボンってねなんかすごい興味深いですよね。あの水族館とかで見かけると、あハリセンボンだって言っちゃうぐらいね、なんかこう惹かれるものがありますよね。まあ今日食っちゃいますけどね。じゃあ今日はねこちらのハリセンボンを料理していきましょう。そしたらまずはねこの全身に生えてます針ですね、これをね引っぺかしていかなきゃいけないですね。皮ごと
これねめっちゃ鋭いんでね、手にぶっ刺さないように気をつけてくださいね。そしたらばね、まずはこの口の周りにね切り込み入れていきましょうね。もうひっくり返すのがね怖いよ。よいしょ、この皮ね、口の周りの皮、ここにね切り込み入れていきます。で次に胸びれとか尾びれとかね、ヒレをね全て切っていきます。まあこんな感じね。でこの先端のね尾っぽも落としちゃいましょう。はい、これでねヒレが全部取れた状態になりました。そしたらこのキッチンバサミを用意しまして、でここにね肛門があるんですよ。こっからハサミでバス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 っとお腹を開いていきます。でトゲがあるんでねすごく硬いんでね気をつけて、もう包丁なんかね入らないんでね、このトゲの根元にもね骨が入ってて、それごともこうハサミでガンガン切っていくしかないですね。でこう口の先までこう切っていって、さっき口の周りに入れた切り込みとねつなげます。よいしょ。で尻尾の方もさっき切り取った尾びれの方までこうやってつなげて、皮を切ります。よし、はい。そしたらねここをもう取っかかりにして皮を剥がしていきましょう。よいしょよいしょよいしょ、よいしょ。はい、皮が剥げましたね。ほら見てよこれすごいよねこれ。これでもう武器作れそうだよ。そしたらこのね内臓どもをね出していきますね。これが腸ですね。もう腸は臭いねさっきから。でこれが肝臓ですね。で石垣フグとかハリセンボンの肝なんですけど、これ食べれるんですけどね、すっごくね寄生虫が多い個体がいるんですよ。まあ、大体いるかな。これ寄生虫ですね。みよーんと、あと裏返すとねすごいんだけど、これねここに塊でいるでしょ。これも全部寄生虫ですね。びっちりね寄生虫詰まってるんですよ。まあ、火通したいは食えるんですけど気持ち悪いから捨てましょう。でここにねでっかいのがあると思うんですけど、これがねフグの浮き袋になりますね。ほら見てこれ、フグの浮き袋面白いでしょ。これすごい硬いんですよ、空気が詰まってて。でこちらの浮き袋ね、これも食べることができます。なのでちょっと細かく切っちゃいましょうか。で目玉はいらないんで目玉は取っちゃいましょう。であとは鍋用なんで適当にぶつ切りにしていきます。はい、これで鍋にできる状態になりました。そしたら鍋野菜を仕込んでいきましょう。はい、というわけで完成です。奄美大島つきたてアバス鍋でございます。はい、それではいただきます。じゃあまずはね、そりゃアバスから食べますよね。それではこのハリセンボンいただきます。あ、弾力があるな。あー、味が濃くてうまい。やっぱ美味しいっすねこのアバス鍋は。前にね居酒屋さんでねアバス鍋食べたことあるんだけど、そこでもねすっごい美味しかったんですよね。まあ言うてフグ鍋ですからね、フグ鍋なんだからそりゃ美味しいに決まってるんですよ。でこちらがねアバスの浮き袋です。染みてますな、歯ごたえもあるし、でも噛むととろける。なんだろうなこれ、ちょっと硬い魚の煮こごり食ってるみたいですね。で本日の飲み物がこちら、グランドキリンのホワイト、なんだ、ホワイトエール。それでは皆さん本日もお疲れ様です。乾杯。恵比寿の次にこれが好き。というわけでね、鍋食べ終わったんだね。
デザートを食べます。これねピーナッツ豆腐ですね。沖縄だとジーマーミー豆腐とか言われてるんですけども、最近これにねめっちゃハマってるんですよ。毎日食ってます。これにですねこの黒糖黒蜜をねぶっかけるんですよ、たっぷりね。で食べるんですけども、こぼれた、めちゃくちゃうまい例えるならね、あの和風の杏仁豆腐。はい、というわけでごちそうさまでした。やっぱハリセンボンってうまいですね。結構ね南の方の海で釣りすると、あのハリセンボンってね釣れることがあるんですよ。まあさばくのとかすごい大変なんですけども、ぜひね一度食べてほしいですね。一度食べてしまったら水族館でハリセンボン見た時に、あハリセンボンだーじゃなくて、感想があうまそうに変わりますよ絶対。試してみてください。